FK トスノは、ロシアのレニングラード州トスノをホームタウンとしたサッカークラブである。2003年、レニングラード州からプロサッカーリーグに参加していた FK スフェテゴリッツと FK エッパイカヤボが撤退した。2012年にレニングラードにプロクラブを創設する計画があったが、財政的な理由などにより実現しなかった。翌年、ォートグループの支援を受け、 プロサッカークラブ FK トスの創設が決定され、同年6月13日にセカンドディビジョン参入が承認された。デビューシーズンとなった2013から14シーズンは、ロシアカップでプレミアリーグ所属のウラル、スパルタクモスクワを破り、準々決勝に進出した。リーグ戦でも西地区で優勝し、ナショナルリーグに昇格した。2017年4月、チェルターノバと提携した。 同年5月6日、ナショナルリーグで FK、ネフテヒミクに勝利して2位以上を確定し、プレミアリーグ初昇格を果たした。2017から18シーズンは、ロシアカップでは FK アバンガルトクルスクを下して初、優勝したものの、リーグ戦は15位に終わり、わずか1年でナショナルリーグ降格となった。また、 UEFA ライセンスの問題で UEFA ヨーロッパリーグ2018から19への出場権も喪失しカップ戦で優勝しながらナショナルリーグに降格するのはロシアサッカー史上初の出来事となったクラブは財政問題を抱えており2018年5月30日に2018から19シーズンのナショナルリーグのライセンスが発行されないことが決定された クラブはプロフェッショナルフットボールリーグのライセンス取得に動いていたが同年6月9日に解散を発表した。なし。ありがとうございます。